久保さん。久保さん。80万。そうやって売ったんですね。まあ、僕、朝起きたらですね、あの、なんか音声聞いてるんですけど、で、音声を聞きながら風呂に入るっていうね。で今、今日、今日、今日朝一で聞いてるのが、そ、あの、孫正義の28歳ですね。28歳の時のスピーチがあって、YouTube でね。 面白かったっす。面白いって今途中なんですけど。<laughs> なんかあの、高校を卒業するために、なんかあの、高校を卒業するために、なんか5日間ぐらいね、あの試験があるとで。飛び級で卒業したいんであるならば、その5項目の試験に全部受かれば卒業の資格はもらえると。 君は、ね、あの、年齢はまだ達してないけど、その試験受けんのかと。そしたら、自信あるのかと。自信ありませんみたいなね。俺、なんで答えるのかなと思ったんですけど、自信ありませんって答えるのかみたいなね。なるほど、と。で、その後、じゃあ自信ないけどね。 まあそ,れそ,のその道しかないんだったらやります。みたいなね。で受け、受けたらしいんですけど、ここからまた面白くて。でさ、え、あの、多分ね、海外のテストなのかなえ、アメリカのテストなのかなアメリカ。アメリカでやったテストなのかなで、ここ面白いんですけど、<laughs> その試験官になんか交渉したらしいんですけど、 で、そのアメリカのテストだから、まあ、英語で書いてあると。で、あの、このテストは別に英語の学力を、その、競うものではないと。ね、数学とか、まあ、その、その意味を、あの、しっかり回答するものだと。で僕は外国人だから、その、読み書きが遅いといや。だから、あの、その、試験時間を延ばせと。<laughs> どんな高校生やねんみたいなね。で、その試験官もなんかびっくりしたみたいで、お前、お前みたいな初めてだと。だけどそんなの通らない無理だと。で、こっからまた面白いですけど。<laughs> いやいやあなたは制度を作ってないでしょ。ただの試験官でしょ、と。<laughs> 制度を作ったやつに聞けと。<laughs> っていうね、あの、聞いてくれと。あなたはその、この制度を作ったわけではないと。時間を伸ばすか伸ばさないかの権限はないと。ないはずだと。 権限がある人に聞いてみてくれと。っていう交渉をして、なんと通ったらしいですね。<laughs> すげえなみたいな。これ面白いですね。はい。ということで、やっぱあの、億万長者合宿でね、久保さんがね、何度も言ってますけど、交渉しろと。ね。交渉っていうことから全てはビジネスは始まってるよみたいなね、久保さんがよく話してくれてますけど、まあ、今回の80万のやつもね、 あの交渉じゃないですか。交渉、最後の一人は交渉させる。みたいなね。もはや。だから、まあ、あの、これめちゃくちゃ大事ですよね。だから、孫さんは、まあ、その、高校時代から交渉しまくってたと。まあ、藤田伝さんね、ウ,キウィキペティアに載ってるんで、藤田伝さんの話は有名ですけど、あの合わせる、あわど合わせてほしいみたいな交渉はですよね。最初、門前払いだったけど、 会,わせるああの会えたっていうねやっぱ若い時から交渉してたっていうねお風呂沸きましたねだからまあ交渉するっていうのはすごく大事なことかなと思いますねうんだから僕も結局交渉してるようなもんでか買えと <laughs> 買うのか買わないのかどっちなのかとねプレゼンして セールスのプレゼンしてお客さんに交渉してるところですよね。買うか買わないかっていうね。だ交渉って大事ですね。うん。でも多くの人は多分しないので、まあビジネススタートならないですよね。うん。じゃあなぜその交渉しないのかって話なんですよ。そもそもなぜ交渉しないのか。うん。多分ね、それはね、おそらく、あの、 本当に手に入れたいものじゃないんですよ。例えば、あの本当に手に入れたくて、まあ、本当に、本当に手に入れたいんですよ。本当に手に入れたくて、じゃあ財布にね、1000円しかないと。で、目の前にあるものが本当に手に入れたくて、今ですよ。すぐ手に入れたいと。でも1000円しかないと。で、じゃあ1200円だったとします。うん。 であるならば、多分交渉すると思います。その200円を。で、それが、人によっては、例えばその、ね、値札がね、10万円で僕1万円しか持ってなかったら、いやー、さすがに9万円の交渉は難しいだろうなと思って諦める人もいるだろうし、でも200円だったらいけんじゃないかなって交渉する人もいるだろうし、いや、9万円どう埋めようかって考える人もいるだろうし、1万円しか持ってなくても、 じゃあ100万円の商品買うためにはどうすればいいのかって考えて交渉する人もいるだろうしだからこれはね人それぞれの受け取り方次第だと思うんですよねうん久保さんが言ってたその受け取りですよね安いもの買おうが高いもの買おうが結局受け取り方次第でいいもの買ったのか悪いもの買ったのかみたいになると思いますしだからその値段を見た時のその受け取り方次第で前に進むのか前に進まないのかっていうのが決まると思うんですよじゃあこれが100%分ずって 1000、えー、円しかなくて1001円だったらどうすか多分ね、フリーマーケットだったら多分交渉するかもしれないですね。なんかそういうフリーマーケットって交渉する文化、これもうちょっと安くなんないっていう文化あったりとかするじゃないですか。どうすかとかそう、そういうシチュエーション、交渉いけそうなシチュエーションですよね。多分コンビニで交渉する人は少ないと思うんですけど、フリーマーケットで交渉する人は多いんじゃないかなと思います。 出ョンにも変わるし、出ョンによって受け取り方も変わりますよね。だから例えばフリーマーケット行ってみんな交渉してたら、交渉しないと損みたいなね。だから交渉するみたいなね。でも交渉しない人もいるだろうし。だからなんだろうな。あのー、だから行ってみるっていうことがだ,だから僕がね、その、交渉したのが、あのー、多分十何年前ですね。十何年前、なんかいろんなものを買ってたんですよ。 あのうあのアパート借りた、アパート借りた10、もうかなり昔はっもっと前か、なんかその、まあ、アパート借りた時に、まあ、物揃えていくわけじゃないですか。で、家電を買ってる時に、僕、価格コム見てたんですよね。で、価格コムでこれぐらいかっ、つってね。で、その、口コミの,その、その、あったんですよ。で、ヤマダ電機で、ヤマダ電機の何々店で、なんかいくらで買いましたみたいなね、掲示板があったんですよ。 で、僕がヤマダ機行ったんですよ。で、その店員にね、あの、すいません、あの、価格コムで、まあ、値段がこうなっててで、すいません、価格コムで掲示板でこう書いてあるんですけど、すいません、これって、まあ、一応価格コムでもこの値段に出てるし、まあ、掲示板でもこう出てると。で、一応この店舗ですよね、と。で、この値段までならないですか、みたいな。で交渉しましたね。 で店員さんが言ったのが、いや、すみません、それネットのあれ書き込みなんで、も、ま、う、あ、うちかどうか分かんない、まあ本当かどうか分かんないし、でも、ちょっと頑張ります、みたいなね <laughs>。まあ言ってみるもんだな、みたいな。いや交渉の武器ですよね。まあその素材にはならないかもしれないけど、まあそのね、その人は嘘書いてるかも分かんないですけど、でも一応もう実店舗書いてあるので <laughs>、実店舗書いてあるから、これ見せてね <laughs>。すみません、これ書いてあるんですけど、みたいな。 なななんとかかならないですかみたいな。多分なんとか多分なると思うんで。みたいな <laughs> そしたらなんとかなりましたね、結局は。うん、そうだから結局、そのあれじゃないですか、時期によってその変動っていうのもあるじゃないですか。だから、この時期はバーゲンセールしてるから落としやすいとか、決算してるから落としやすいとか、あと会社とかやって、 売り上げの締め日じゃあ、売り上げの締め日に近づいてるときは、ちょっとでも売上げ欲しいので、やっぱちょっと、あのー、売りたいわけですよね。売りが先行するわけですよ。だからそういうのも完備したりとか、全部考えた上で交渉すると、あ今、今月決算ですよな、山田電機さん、みたいな。<laughs> みたいなね <laughs> え。今月決算ちゃいますのみたいな、ね。いや、ちょっとここは、あのー、0円か。 僕が買わなかったらね、売り上げゼロですけど、買ったら売り上げになりますよと。どうしますみたいなね。決算、売った方が良くないですかみたいなね。逆に。逆にね。そう。買わなかったらゼロ円ですよと。でも買ったら売り上げに立ちますよと。どうするんですかみたいなね。ゼロか売り上げ取るかどっちですかみたいな、もはやね。どっちが、どっちが、 上の立ち位置だよみたいなだから孫さんの交渉って僕思うんですけど結構その交渉してるんだけどポジショニングが上手いんですよねめちゃくちゃださっきの話でもあの試験官と自分のその受ける側ってポジショニングって多分試験官の方が上なんだけど言いくるめてこっちの方が上のなんか交渉になるんですよねいやお前はなんだ あの決定権持ってないでしょと。でもそれは事実なんで、言われるとグギってなるじゃないですか。だからこの、これを言った瞬間にもう逆転するみたいな。試験官と、その受ける側の逆転するっていうね。こう面白いですよね。うん、だから、それを高校の時がやってたってうのはね、面白いなと思いますけどね。うん。すごいですね。うん。だから、孫さんのね、やっぱスピーチというか、交渉術というか、そうすごいんですよね。だから、 まあ最近すげえまた聞いてるんですけど、まあ28歳の頃の音声がありまして、ちょっと若い感じで。うん。だからあの、1億円引っ張ってくるとき、1億円引っ張ってくる話も好きなんですけど、何も実績ないみたいなね。実績ないから借りに来てんのもね、みたいなね。いや金ねえから借りに来てんだろ、みたいなね。実績あったら金借りてこ,こう来てねえよ、みたいなね。で、あと、あの、利子は最安値しろと。 利子が高かったたら返せねえだろみたいな <laughs> どっちが立ち位置だよ。借りるか借りないか俺が決めるみたいな、なんか言ってね。さあ、あとね、前田裕二さんのね、前田裕二さんの、前田裕二さんだったかなその面接も面白いんですけど、その、採用するかしないか俺が決めるみたいな、私が決めました。で、僕は、あの、この会社を3年で辞めると。もう決めてると。で、3年で辞めるって決めてるから、誰よりも、 めちゃ仕事するし、誰よりも結果出すと。他の人は、はあのケツ決めてないから、だらだらして働くだろうと。で、俺は3年で辞めるって決めてるから、もう絶対誰よりも結果を出す自信しかないと。決めてるから。で、採用するかしないかは、僕が決めると。<laughs> みたいなね。よくわかんない面接ですよね。<laughs> こいつなんだみたいなね。<laughs> やっぱね、うまいっすね、交渉が。うん。 交渉がうういですねあ、そうそうで僕の就職活動の時もまあ蓋を開けたら最終的にそこの会社はね誰でも入れたっていうオチはあったんですけど、まあ、僕も面接とか試験に落ちまくって就職全然できなかったわけですよでその時に僕考え方変えてどうせ落ちるんだったらめっちゃ聞き出したろうと思ってだって時間もったいないじゃないですかだってどうせ落ちるのに言ってんすよ で、僕はその時にパッと考え方変えて、どういうふうな考え方にしたかっていうと、いや、どうせ落ちるんだったら本当に聞き出そうと。俺が面接したろうという、俺が面接官やと。要は、その面接担,担当の面接をしたるみたいなマインドで臨みましたね。 なんで、めっちゃ質問したしましたねな。なんでこの会社入ろうと思ったんですかみたいな。え、この会社に入って何が良かったですかみたいな。<laughs> こっちが面接受けてるのに、面接してるみたいな。え、なんでこの会社入ったんですかと。その動機なんですかとか。きっかけなんだったんですかとか。あと、この会社のいいとこ何ですかと。この会社で学んだことなんですかと。で、この会社でどうのこうのとめっちゃ聞くんですよね。<laughs> なんだこいつみたいな。うせえですよね。 まあまあ結局、そこは受かったんですけど、オチとしては誰でも入れるっていうね、オチだったんですけど、まあ、そんな感じでねあのその、その面接官の人生というか、面接官がその会社で受けたメリットだったりとか、どうき今後どう生きたいのか、だから夢なんすかみたいな、僕が聞いてましたからね、面接官。今後何やりたいですかみたいな。 将来の夢ってなですかみたいなね <laughs>。だからその人物像をどう生きてきたのかとかね。なかプロファイリングしてましたね。そう、うん。まあ交渉しろってことです。いろいろと。うん。でも交渉はビジネスのほんと、すごく重要なファクターかなと思います。まあ商品売るのも交渉ですからね。ぶっちゃけ。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。